中学校の頃写真がなくて、夢の国にみんなで来た時の写真なんですけど、髪型見てほしいんですけど、実はこれカツラなんですよ。でんぐり返しとかするとあのお前になるんですよ。だからすごい触られたりとかして。あら、いいですね。夢の国ですね、これは。夢の国だ。はい、私の、まあ、夏だったかどうか定かではないんですけど、若干そうね、なんか一人だけちょっとヘルクを見てる、ベクトルがちょっと違うっていう。いや、ちょっと中学校の頃写真がなくて、なるほどね、なんかそうね。これはその修学旅行で夢の国にみんなで来た時の写真なんですけど、うん、思い出深いのがちょっと髪型見てほしいんですけど、うん、実はこれカツラなんですよ。ちょうど役で金髪にしてて、学校がダメだったんでカツラを装着して、リアルにジェットコースターにカツラを押さえながらこう乗ってました。本当にそれがすごく印象的で、なんかカツラでの修学旅行楽しかったなと思ってました。そうですか。周りのお友達もカツラってことは知っている、うん、知ってましたね。もうすごくいじられました。でんぐり返しとかするとあのお前になるんですよ。だからすごい触られたりとかして、でもなんかすごく楽しかったですね。かうん、はい、夢の国のお写真楽しそうですね。はい、ありがとうございます。中学2年生の修学旅行ということでした。あ、私ですかね。田村さん、左花火。僕高校3年生の僕なんですけど、横にいるのがバンドのメンバー同い年の矢部正樹くんなんですけど、僕この当時彼しか友達いなかったんですよ。でもう彼と花火行って、タケノコ狩り行ったりとか、あのもう家族ぐるみで行ってましたね。家族でお出かけしてたんですか。家族とか、なんかそのそうですね、だからそのまあ花火はこの日はなんか夏の何の帰りだったかな、なんか海だったと思うんですよ多分。プライベートなんかこう千葉かどっかの海で、こう高校最後の夏楽しもうぜみたいな、男でみたいな。で花火して帰った日だったんですけど、本当3年間彼との思い出しかないですね。僕は仲いいですね。師匠姿ですけど、どれなんだ、どれ、えりこちゃんどれ、どれ、一番右だ。あ、それか、はい、あ、矢印出た。11の時の夏合宿の時の写真です。でもなんかこの次の日かぐらいにあの手首にひび入っちゃって、怪我して合宿が何日間ぐらいあったのかな。でも結構序盤にやっちゃってずっと見学みたいな感じで、これ夏だったんですごいギブスとかが蒸れて辛かった思い出が あるんですけど。あら、チャリで来てるな。多分チャリで来てるな。チャリで来てますね。チャリで来てる。これこそ文化祭。これ文化祭です。高校3年生の頃の。いいじゃないですか。ギラッギラですね。いや、本当恥ずかしいんですけど。